どうも料理の兄さん、リュウジです。ということですね、今回は今までの料理とちょっと思考を変えてというかですね、復興支援企画ということでですね、北海道から、ちょっと直送してきたですね食材を使って、お料理の方を作っていきたいと思います。今回ちょっと爆速じゃないです。はい、割とちゃんと料理するので、こういう料理もあるんだみたいな感じで、ちょっと見ていただければなと思います。それではですね、材料の方、いきます。まずですね、鹿の肩です。塊肉ですね。これエゾジカですね。はい、だいたい700から 800g ぐらい。あとこれ北海道産の山わさび、ローストビーフによくついてくる、西洋わさびになりますね。これは北海道の、特産品みたいなので、こちらも使っていきます。ローストにして、こちらはですね、付け合わせの西洋わさびとして、使っていきたいと思います。これ塊肉なんですけども、塩コショウ振ってあります。コショウは結構強めに振ってあります。あと塩は、この重量の、8%、今回は、5g ぐらい塩を振って常温に、置いてあります。必ずこれ常温にしてください。じゃないと火が中まで通りにくくなりますので。であと筋は特に切ってないです。本当は切るんですけども、あの筋もガッツリ焼いちゃいます。焼いていきます。よくですね、最初に肉の表面を焼くと旨味が逃げないとか言うんですけども、特に科学的根拠はありません。香ばしさをつけたいからです。ただそれだけです。いや、いい色ですね。こういう焼き目がついてすごく美味しそうに見えるんです。まあ、今回ですね、鹿肉でやってるんですけども、牛でも同じようにできます。牛も肩あたりが美味しいですね。ローストビーフはあのランプとかでもまあいいんですけども、大体ですね、こんな感じで焼き目がつきましたら、ここからオーブンに放り込んでいきます。キッチンペーパーを引いた天板ですね。こちらに肉を移します。もうオーブンは150度に設定してあります。とりあえず1時間ぐらい加熱を試みます。この焼いた後のフライパンでソースの方を作っていきます。お醤油大さじ2です。酒です、大さじ2です。みりんです、大さじ2です。はい、旨味調味料です。4振りぐらい。あと胡椒少し。はい、でニンニクですね、1かけ分。ここに煮詰めていきます。ちょっとニンニク多かったかもしれない。でもこれはこれでパンチが効いて、僕はニンニク大好き。あの皆さんも分かると思います。YouTube 撮った料理見てみたらですね、一つを除いて全部ニンニク入ってました。玉ねぎとかお好きな方は玉ねぎをすりおろして加えていただいても大丈夫です。あと大根おろしとかね、もうすごく合うので。本当はさっき入れとけばよかったんですけど、砂糖小さじ1/3。ニンニクの香りがきつくなくなったなっていうぐらいですね。飛んだら OK です。今回エゾジカなので、脂肪分がね、とっても少ないお肉になってます。なのでですね、ちょっと脂肪をですね加えてあげると、さらに美味しくなるので、今回はですね、仕上げに、ちょっとソースの方にバターを加えていきたいと思います。 10g ちょいですね、これね。はい、仕上げにバターです。はい、こちらをソースを、はい、避けておきます。これ最終的に、ローストビーフにつけながら食べるというソースになりますね。これで、ソースの完成です。もう少し多くてもよかったかもしれないです。はい、じゃあですね、150度1時間焼いたお肉がこちらになります。でですね、焼き加減を、確かめるために、まあこれ人それぞれなんですけども、僕の場合はですね、肉を刺します。肉に刺します。一番熱いとこです。金属製のものを刺して、唇に当ててください。温かく感じればもうできてますね。はい、なぜ唇に当てるかというと、唇が、人間の体温の中でですね、一番あの皮膚が薄いところだから熱を感じやすいんですね。っていうあの結構古典的なやり方です。カッティングしていきたいなと思います。でこれですね、一応あのオーブンの庫内で、少し休ませてあります。熱々のままですね、切ってしまうと肉汁が全部流れてしまいますので、10分から15分ぐらいは、庫内で休ませていただくと。どうです
ですか、このいい色ではないですか、これ個人的にはもう少し生っぽくても好きなんですけども、まあ、今回は、まあ、断面図はねこんな感じになります。はい、じゃあですね、盛り付け終わりましたので、山わさびですね、おろしていきます。普段はですね、僕もあのチューブのデフォールを使ってるんですけども、今回はね、あの少し粗く削れるような感じで、僕の持ってるですね、このゼスターで切っております。これを添えて、はい、ということで、鹿肉のロースト、山わさび添え、ガーリックソースの完成です。イエイ。はい、ということでですね、早速食べたいと思います。これうまそうですね。画面の向こうでは伝わらないかもしれないですけど、やっぱりあの鹿のあのジビエっぽい香りもすごく漂ってます。めちゃめちゃ柔らかい。エゾシガってこんな柔らかいのか。焼いた後に肉汁出たじゃないですか。あれですね、煮詰めてあのソースと合体させたんですね。やっぱりね、風味がすごい豊かになって、このソースものすごく美味しくなってます。この柔らかさ伝えたい。結構切った感じすごく柔らかかったので、なんかこれ箸でもいけるなと思って箸にしたんですけど、もう大成功でした。歯で完全に食いちぎれます。次はね、レフォール。まあ、これ全然臭みないんですけども、僕的にはちょっとね、レフォールの辛みをちょっと添えて食べてみます。めちゃめちゃうまい。すごいツンとくる感。でもこのツンとくる感覚がすごくいいですね。やっぱりね、塩だけでもものすごく合います。鹿にそれだけ強いパワーがありますので、やっぱりレフォールがちょっとスパイス代わりになってですね、食欲を増進させる効果がありますね。いや、これ山わさびもあってよかったな。これほんと肉汁を加えたことによってグレービーソースになってるので、これ本当にもうお店で出てくるような、ローストビーフの、タレになってます。これマジでうまいんで、皆さんも鹿肉あったらやってほしいな。北海道で鹿肉買ってきてほしいな。ぜひね、作ってみてください。レシピはまた別で載せておきます。